のチップどうする？大型猫メイ君、クーちゃんの場合、我が家のデカ猫メインクーンのクーちゃん2歳。今日は少年に優しくブラッシングされて満足そうな様子。元気な少年もだんだんと力加減が分かってきたので、クーちゃんも安心して身を任せています。さて、令和4年6月1日から動物愛護管理法改正により、飼い主がすぐに分かるようにペットとして売られる犬や猫に対し、マイクロチップの装着、所有者情報の登録をすることが義務化となりました。マイクロチップには15桁の番号が記録され、犬や猫の名前や性別、品種、毛の色、業者名、飼い主の氏名、住所、電話番号が登録されます。データは環境省のデータベースで管理。なぜマイクロチップが義務化されたかというと、災害などでの迷子を減らすこと、ペットを捨てるなどの飼育放棄なども防止が期待できるから。マイクロチップをつけると迷子のペットを追跡できるの？残念ながら GPS 機能はありません。すでに飼っている人は努力義務。ヨーロッパやアメリカではペットのマイクロチップ義務化が進められ、従わない場合は罰金などがあるようです。マイクロチップの装着について飼い主さんたちの反応は、アンケートによると多くの場合は賛成していますが、一部では反対の意見もあるようです。理由はかわいそうとか、装着後の健康の心配。クーちゃんもマイクロチップを検討中ですが、一番気になるのが健康上の問題でした。あと、情報の管理ってどの程度しっかりしてるの？など。マイクロチップは直径約2ミリ、長さ1センチほどの大きさで、これぐらい。注射器のような器具を使い、犬や猫の肩に近い部分に埋め込みます。痛みは予防注射ぐらい。それぐらいだったら痛みも大したことはないかな。でも子犬や子猫の段階で装着するとしたら、体への負担も大きそう。埋め込めるのは獣医師と愛玩動物看護師だけです。現在ペットを捨てる行為も減らず、身元が分からず、全国の自治体で引き取られる犬や猫の数は年間7万2000匹ほど。迷子になって飼い主が見つからない場合は、やむなく殺処分となります。日本の殺処分は9割が飼い主が不明。マイクロチップをつけていれば飼い主さんのところに帰れたかもしれないね。装着費用は動物病院によって違いますが、一般的には数千円から1万円程度。結構かかるね。情報の登録費用にも別途お金がかかってきます。マイクロチップ装着は迷子の犬猫の早期発見、捨て犬猫の防止にも役立ち、繁殖や個体識別もしやすくなる利点もある。でも一方で、飼育放棄や虐待の抑止力にはなっていないという意見もあります。大事なのはペットを飼う側の意識を変えること。大事な命を預かる身としても、我が家もできる限りの努力はしていきたいと思っています。いつまでも大好きなクーちゃんといられるようにね。チャンネル登録よろしくね。